ね、錦織選手の背後霊直に見ちゃって、そすのご話い、いいのか？今やっていいのかわかんないけど、すごい。おはようございます。はい、七色家の毎日投稿のお時間でございます。イエイ、七色家の七色です。くまこです。はい、というわけでございましてね、今回はこの2人で、やっていこうと思います。はい、というわけでございましてね、毎度のね、恒例の、視聴者のね、コメントを拾っていきますよというわけでございますけども、イエイ、3日に1回ね、毎度毎度やっておりますけども、今回もね、ちょっとコメントいただいておりまして、ちょっとね、それ拾おうと思うんですけども、今回いただいたコメントはですね、以前の TikTok のね、心霊映像検証の時の上位おじさんがいるっていう回があったじゃないですか。ファニーな感じでね、こうやっファてニいーるなみた感いな。じ。あの時のコメントなんですけど、まあ、何が確かになのかちょっとわかんないけど、一応読むと、確かにリングでも、貞子のビデオを見た後、無言電話がかかってくるシーンが、海外版だと、セブンデイズって言ってるもんねって。あれじゃない、主張が強いとかそういうあれで。そうだと 日本だとね、なんていうの、言葉にしない静かであることっていうのが、一つ、こう、恐怖を演出するじゃないですか。海外というか、アメリカとかだとね、やっぱり黙ってられないっぽくてね、それが。なんだっけ、呪怨の監督の人とリングのか、あ、リングじゃない、なんかその海外のホラー映画の監督の人がすげえ喧嘩したっていう話を前に一回聞いたことあっそて。うなんや。呪怨じゃなかったかな。でも、日本のホラー映画の監督の方と、海外のホラー映画の監督の方が、なんか、コラボしようっていう話になった時に、あ、リメイクかなんかをしようとした時に、なんか日本のホラー、ここでシーンとなって暗くなってるのが怖いんだよっていう話をした時に、何もないのが怖いってどういうことみたいな感じで、なんかバチバチに喧嘩したらしくって。全然理解してもらえなかったんだ。で、なんかこうやってもうちょっとうわーって騒いで、なんかこう暴れ出してとかって言ってたら、その日本の監督の方が、それもうお化けじゃねえじゃんっつって言って、なんか静かに切れたっていう話を。まあ、そうなるだろうね、確かにね。結構でも、私も正直、これ、海外版のね、リング見てないんで、わかんないですけど、これ、マジでそうだとしたら、無言電話とかね、こう、なんか、もしもしって言ってんのに、なんか誰も言わずにガチャって切れるとか、ちょっと変な音楽が流れるとあるじゃん、そういう、ならではの。いや、なんかね、でもね、海外のその電話を使うっていう表現、ホラー映画だって絶対喋ってる。大そう体なの？喋ってる。他でも。そう。他でも。なやんだならね、なそんれ。かその電話をネタにしたホラー映画、海外のやつがあるんだけど、もうずーっと喋ってるの。なんか。なんかマジで興ざめやな、それ、本当なんかに。すごい、本当にずーっと喋ってんなとか思って。そう。でもなんかジャ映画パ館ニーでズホラー好きとしてはちょっと納得いかんな、それは。あ、本当でも、ね、海外ホラー大好きっていうか、なんか、それのおかげで見れてるのがあるな。ずっと喋ってるって思って。そうだよな、くまこはあれだもんね、日本のホラーは苦手だけど、海外だったらいけるって言ったもんね。もう全然面白い。普通に面白いっていうか、なんか。ああ、そうか。なんかホラーっていうよりかはサスペンスみたいな、なんて言うんだろう。なんかこう、ああ、そっち寄りなんだね。だから、なんかアクこう、ショ推ン理要サ素スがあっペンたりスとみたいか。な、なんか、物理で倒せそうってところがまたちょっといいなって思ってるのかもしれない。なんか。私、それだと、なんか、幽霊のある、で、ある意味なくないって思っちゃうんだけどね。多分そこの違いで喧嘩したんじゃないかな。ああ、そういうことか。それはでも、リングで貞子がさ、ね、貞子があってちょっとわかんないけど、その電話かかってくるシーンで、セブンデイズって言ってたら、ちょっと嫌だなと思っちゃうけどね。7日後に現れんだなって、こっちは余裕できちゃうよそね。うだね。ちょっと身構えちゃうね。身構えちゃうし、いろいろ準備できるじゃん。まだ大丈夫か、みたいあら、あな。と なっちゃう6日かとか言いながら。はい。というわけでございましてね、ちょっとまあ、海外と日本のね、ホラー事情のね、違いというかね、いう話でちょっとトークしましたけども。今回はですね、まあまあ、毎度おなじみって感じなんですけど、TikTok の心霊映像検証でございます。はい。簡単にね、初見の方に説明するとですね、まあ、もうこんだけ喋ってるからもうわかると思うんですけど、くまこがね、幽霊が見える人なので、で、映像とかでも見えるんですよ。で、まあまあ、最近 TikTok も外そうかなと思ってるんですけど、なんかもう全然書TikTok けなの、い。そうそう、TikTok に限らないじゃん、毎回。そう。だから YouTube だったりとかするじゃん。だからもう TikTok 外そうかなと思ってんだけど、まあ一応 TikTok に流れてくる心霊映像とかね、そういうなんかちょっとホラーのリアクション系の映像とか、まあもちろんそれはね、勝手に作られてるものかもしれないし、ガチかもしれないし、わかんないですけど、くばこはそれ関係なく見えるので、まあなんかその映像に映ってるものをただただね、ちょっと紹介するっていう感じのまあ企画でございますと。
ね、というわけでございまして、今日もまあ一つ、見ていただくという感じでございますけども、準備よろしいですか。はい。はい。じゃあ行きましょうか。よし。よろしいでしかって言っちゃった。というわけでございまして、なんかちょっと不安な感じの雰囲気のね。あ、海外ですか、これ。海外ですね、これね。まあ、英語で書いてあるんで、多分まあそうでしょうってとこで。This is believed to be one of the most scariest scripts on the internet って言ってるので、まあ、まあ間違いなくこれは最も怖い映像だぜ、ネット上にあるっていうような感じの内容だと思います、多分、なので、ちょっとなんかね、見ていきましょうかな。ドヤ顔で言われてもなって感じの内容だと思うんですけど、よし、じゃあ、とりあえず一旦再生します。じゃあ、いきますよ。スタート。うん、勝手につくってこと？多分そうだね、これね。自己主張ほんと激しいよね。うん、もし本当だとしたら。おお。知らない。ねえ。あ、勝手に開いたってこと？ほう、なるほど。まあそんな感じでございまして、はい、というわけでね、まあ今見ていただいた映像がまあね今回の内容なんですけども、うん、まあちょっとざっくりね、説明というか、まあ特にこれ英語でねやってるアカウントで、まあいろんなその世界中のね、なんかこういうホラー映像みたいなのを集めて、まあ多分勝手になんだけど思うけど、まあ流してるっていう感じの多分アカウントなんでね、うん、多分これもどっかで拾ってきたやつなんでしょうね。インターネット上にある映像なんだと思うんですけど。まあ、なんかその部屋の中でですね、まあ女の人ですね、多分ね、がカメラを回しながら、こういうね、荒い息で、シェットとか、フワックとか言って言って、こう言いながら、こう、で、こう、なんか勝手に電気がついたり、戸が開いたりとかしてるやつを見ながら、こう撮ってるわけですけども。で、まあまあ、一応、パカパカしてって中入ってったら、もう、その、開いてたりとか。でも誰もいなかったりとかして、なんか、ああ、どうしようみたいな感じになって。で、そしてちょっともう怖くなりながら、こうね、息も絶え絶えで出てきて、したら、なんか、バンって音がして、って言って振り返ったら暗くなって。で、なんか次の瞬間、なんか赤丸が勝手に、シュッ、綺麗に赤丸がシュッって入って、ここに出ますよっていうのが出てきて、まあ、そこで黒い人影みたいなのがね、グワッて一瞬出てきて、ファーって言って終わるっていう感じの内容だったわけですけども、はい、ちょっとこれ、熊子に振る前にね、ちょっと私からちょっと今回触れていいですか、ちょっと一瞬。これは作ってるでしょ。って、ぶっちゃけ思っちゃったんだよな。まあどう思う？いや、なんかいろいろとね、ポルターガイスト本当に好きなんだな向こうの人ってってちょっとまあそうね。ね。いや、これまあまあ普通にまあね怖さもあるけど、うん、私は結構やっぱ会議派の人間なんで、うん、会議派とは言いながらね、なんかメンバーに幽霊が見える人と幽霊本人がいるっていうちょっとよくわかんないことな、矛盾してるんですけど、若干。空間。でも会議派なんで、一応ね、ちょっといろいろな、見ながら、もう考察じゃないけど、ちょっと見たわけですよ、いろいろと見ながらね、こう。まあ、作ってるような感じするよね。だってもう部屋入った時もさ、ここら辺に隠れてて、後ろすって抜けてったらいけちゃうじゃないですか。だからまあ、できちゃうし、で、勝手に消えるとかも、まあ、何かしらのギミックを使えばあれぐらいだったら多分いけちゃうんだよね、電気とか。音とかも後入れとかできちゃうし、多分。だからまあ、正直ね、黒いやつとかも、まあ、ほんまにっていう感じに思っちゃうよね。という、まあ、私は思ってるんですが、はい、皆さんが気になってるのね、こいつのなんか考察とかどうでもいいんですよ。はい、熊子さん、何が見えたんですか、ちょっと。なんか一人映ってはいたんですけれども、それもね、ちょうど動画の中でシュッて赤丸になってたじゃないですか。うん、持ってたね。シュッて赤丸になってた赤丸の隣にずっとびっくりしてこうやって見てる女性がいる。え
連の、一連の動画にずっと出てて、その人がずっとびっくりしてる、こうやって。あの、あれか、その最初の画角からさ、あの、部屋が右奥に見えてて、ピカピカしてるじゃん。うんうん、その時からもう映ってるの。ずっとこうやってびっくりしてる、なんか。その部屋の方見てんだ。いや、部屋の方見てびっくり、何やってんのみたいな感じでびっくりしてて。あ、そう。で、それがすごいタイミングっていうか、なんか場所的にこう、シュッて赤丸ついてった横に、ずっと立ってて、ただでもこの人本当にその方は絶対何もできないっていうぐらいびっくりしてたんで、何にもしてない方だったと思う。そうなんや。だからあのなんか動かしたりとか電気パチパチとかやってる人じゃないだろうなって感じ。ずっとこうやってびっくりしてた。被害者じゃんもう。うん、ええって。でその部屋見てるわけで、だからもう人間の、うん、生きてる人間と同じ驚き方をしてるわけじゃん。それ。あのずっとこうやってびっくりしてるブロンドのちょっと。短髪のおばちゃんがずっとびっくりしてた。ブロンドの短髪のおばちゃん。おばちゃんがずっとびっくりしてた。めちゃくちゃ生活感あんね。なんか、本当なんかドーナツ好きそうな感じ。なんか。偏見すぎるやろ。ドーナツ好きそうな金髪のブロンドの、あの、短めのおばちゃんね。うん。あ、そう。なんか、ちなみにそのなんか回してるじゃん。うん。で、中入って。でその時もその、うん、ね、幽霊のもう 見ずに行ってるわけじゃん、多分そのね、うん、あのカメラ撮ってる人、うん、で中入ってよっしゃーってとか言いながらこうまた後ろ向いて出てくるわけじゃん、うん、出てきて、まあ、一瞬室内バーって映して振り返ってまた同じ画角になるわけじゃん、うん、であそこにいるわけでしょ、まだもうずっと同じところにいました。で、ちなみになんだけど、これ多分みんな気になってると思うんですけど、うん、黒いのがさバーって出てくるじゃん一瞬、うんうん、あれはなんか幽霊なの？よ、いやって言っていいのかわかんないんだけど、なんか営業妨害ってなんか言われたら嫌だなと思ったんだけど。そうね、もしかしたらあれ有名な YouTuber だったとしたらどうしようと思っちゃうけど、なんかちょっとドキドキするんだけど、なんか僕から見て、はい、なんかはっきりともう物体だなって思っちゃったの、その。あー、そうそう、物体感的なもので透けてもないし、うん、ちゃんと影も後ろに映ってたし、映ってたっていうか、なんかその影っぽいその立体感、まあ、なんか立体感あったよね、確かに。立体感があったから、なんかもしかしたら違うのではって思った。ああ、まあ、要するにあれだよね、断定はできないけど、普段の見えてる幽霊の感じとは、まあ、だいぶ違うよね。そうってとこか。ただ、なんか海外なんで、もしかしたら物理的に現れることができるっていう方がいれば、うん、まあ、それはそれでそういう方なんでしょうなっていう、透けてない方に。その率が高い可能性もあるからね、もしかしたらね。海外だしと思いながら。そうやな。うん。あの、一応確認するけど、くまこはあの、うん、過去にね、あの、オーストラリアにワーホリ行ってるかなと思うんですけど、うんうん、オーストラリアの幽霊たちは別にその物質化能力があるとかそういう感じじゃない。あ、じゃないじゃない。もう普通にあのテンションの高い透けてる方って思っていただければな。じゃあそれが日本人じゃなくてオーストラリアの人になっただけって感じの。そう。そうなんです。本当に普通に生活してるオーストラリアの方が透けただけなんで。なるほどね、うん、じゃあ今回の動画のあのまあ黒い人みたいな感じで、うん、もう物質感立体感あって透けてないってことはないんだ、やっぱ。もうあと楽しそうな会、観光客ばっかりやったっていう、透けてる観光客ばっかりやったなって、あのテンション高い感じの、うん、ううううう、そこはあの、はい、やっぱあれですね、暖かい国というか、うん、カラッと晴れてる国なんで陽気だったんですね、結構。あとあのちょうどテニスやってて、うん、はいはい、メルボルンで、うん、錦織選手にお会いできたんですよ。すごっ、うん、ね、錦織選手の背後霊直に見ちゃって、すごい、いいのかあ、今やっていいのかわかんないけど、すごいテニスできなさそうな人だったこれってこれさ、え、これもう、もうなんか皆さんコメント別に書いてくれていいけどさ、他のところで例えば錦織選手とかにさ送るなよ絶対に動画の切り抜きとか。でも本人の努力だけであそこまでいけた人なんだなと思ったの、それで。そうか、逆回想そうだよね。そう。でも本当にテニスできなさそうだった。なんか卓球もできなさそうな感じだったんだか。なんかね、まあ一応背後霊的な話をちょっとだけ補足入れるとさ、うん、あの、まあちょっと今回ね、初めて見てる人もいるかもしれない。あ、そうそう。一応補足入れると、あの、くまこが今まで見てきた背後霊たちって、まあ2種類いるよね。うん、その大きく分けると。うん、で、一つは、なんかそのついてる人と似てるタイプの人と、うん、真逆のタイプの人っているじゃん。うんうん、例えばヤンキーになんかインテリメガネがついてたりとかするわけじゃん。と同じようなことが起こるけど、まあ、なんかもしかすると背後霊のつき方とかによって、あのその性格とかの相性とかによっては何かしら影響を与えてる可能性がね、後ろから、うん、ある可能性もあるよね、うん、みたいなことは前に一回その、うん、もしかしたらってことがね、あの実際自分の体験でもあるって話だったので、
だから錦織選手の場合真逆のタイプの人がついていて、もしそのそいつの影響がついてしまってたら当然下手になってるわけだし、うん、もしそのめっちゃうまいねあのハイゴレがついたらちょっとその影響もあって、うん、なんかテニスプレーヤーとしてねハイゴレの影響も受けながら育ててた可能性があるけど、うん、それがまずないよね、うん、まずないっていう。だからこうすごいね、ハイゴレでガチで努力して成り上がった人なんだっていうエピソードなんだ。一個だけ超イラッとしたのが、でもテニスできなさそうなのにリストバンドつけてた、ちゃんと。腹立つな、それ。これ見よがしいね、ここに、ね。巻いた。ここは出てくるんだとか思って、なんか。確かに。なんでそれついてたのね、そうそう。わかんない。あの服の一部って感じなのかな、わかんない。なのかな。で、これであれでしょ、汗とか拭いてこい。こうやってね、汗かかないくせにな、ってこと。エア系打ったぜ、みたいな感じ。うん面白すぎるでしょ、それ。エア系の後ろにエアな人がエア汗かいて。もう混乱するわ。エアがエアで、エアで、みたいな感じの意味がわからんから。あ、そう。面白いね、でもめちゃめちゃ。っていうのがあったから、なんかいろいろとテンション高いんだろうな、向こうの人ってって思っちゃった。だいぶ脱線したけど、でもこの話聞けてよかった、うん、普通。あ、本当。びっくりした。最近ね、なんだっけ、なんか昔というか、この毎日投稿を始めた頃にさ、うん、今日あったやつみたいな企画やったじゃん。ああ、あったね。なんか過去、遠い過去になってるよ、今の。もう遠い過去になってるけどね。もう2ヶ月以上前だからね。うん。うん、あれをちょっと彷彿させるような内容だった今。ああ。その話初めて聞いたから、初めて聞いたんだけどと思って。ああね。でもまあまあ。営業妨害になるかなって、全部営業妨害になるかなって、ちょっと怯えちゃってさ、なんかさ。わかる。ちょっとビビった。うん。錦織選手、一歩間違ったら、スポンサーも敵に回すよっていう、ね。そう思ったから、ちょっとドキドキしたんだけど、でもあれを彼の努力だよっていう。またいい方向に話が進みそうだったから。まあ、くれぐれもね、切り抜きとか、錦織選手で送るのやめたいね、ちょっと絶対にね、うん、DM とかで。インスタの DM とかで送るのやめたい。できなそうだけ切り取ってさ、送られたらなんかさ。それこそ、もう情報の切り取りじゃないですか、もう。最悪だよ。まあ、それだけちょっとくれぐれもって感じで、はい、話をめちゃくちゃ戻しますが、はい、動画のね、要するにこう どこまで戻したらいいか分からないですなんだこれ脱線しすぎて脱線しまくったけど、まあ、戻すと、まあ、あそこに映っているがっつりと映っちゃってる黒いなんか存在最後に出てきた、あれは、まあ、やっぱ熊子の、まあ、今までのなんかこう経験上もまあ自分の見てる幽霊とはちょっとタイプが違うよねと、幽霊だとしてもみたいな、まあ、感じで、その代わりその横にそれを見ながら、うん、はっって顔してる、びっくりしてるおばちゃんがいると、うん、おばちゃんがいい、そのおばちゃんはもう終始そういう感じだ、なんかびっくりしてる、なんかずっとはぁってはぁってやってたから、じゃあ本当にいる可能性もないんじゃ、あるんじゃないか、もしかしたら。いやそれかなんかわかんないけど、そのおばちゃんの表情もなんかさ、わかんないんだけどさ、なんて言うんだろう、なんかこう、なんでこういうことをやってんのっていう、はぁっていうこの感じなのか、なんかいる怖いっていう顔なのかがちょっと読めなくて。どっちかわかんないですよ。そう。あ、じゃあもしかすると、何バカなのっていうような意味の。アホみたいな。何これみたいな。何目的でみたいな。糸で釣ってあるんじゃんとか、なんかそういうことを思ってるかもしれないってことか。これまあ投稿者がね、ほんまにこれ心霊現象とか起きてて、ほんまにガチで撮ってたとしたら申し訳ないですけど、ごめんだけど、もしかするとその可能性もね、フェイクだったらその可能性もあるよねっていう。はあ、面白い。はい、というわけでございましてね、今回はね、TikTok の心霊映像検証でございます。まあ、例によって例のごとくですけど、まあ、大脱線しておりましたけども、まあ、私的には今日、錦織系の背後霊の話で全部吹っ飛んだんで、ああ、分けるこれ分ける ?TikTok と分けるいや、分けなくていいけど、もしかしたらそっちが気になりすぎて、TikTok の話一切書かずに、サムネで、錦織系って書いたかもしれないですね。うん本体どこみたいな。そうだね、本編が一切書かれてなくて、サムネに錦織系の背後霊についてとかっていう動画のなんか趣旨が変わったけどみたいな可能性が大いにありうるという話だけちょっとしておきましょうはい、というわけでございまして、今回の動画面白いと思った方、よかったらいいねボタンお願いします。
そしてですね、まあ感想と、あと、まあ、錦織くんの話あんまり盛り上がると、おい、なんかこの動画で錦織くんについて触れてんだろうっていう感じの変な空気になっちゃうんで、うん、ほどほどに、はい、ネタバレ注意とかして、なんかちょっと開業とかしてコメントとかしてもらえたらと思いますけど、うん、よかったらコメントもぜひぜひよろしくお願いします。そしてですね、まあ今回初めて生初期知ってよった方よかったらね、こんな感じのちょっとおちゃらけた、心霊系とか、まあもちろん怖いのもやってるんですけどね、夜投稿のやつは怖くて、朝投稿のやつは全部怖くないっていう感じでやっておりますので、よかったらね、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。まあそんな感じで、それじゃあまたね、いってらっしゃい、いってらっしゃい、いってらっしゃい、気をつけて ね、いい日になりますよ、いい日になりますように。そうね、もうお天気いいといいな。そうね、確かに、まあ今日この日がね、いつ投稿かちょっとわかんないですけど、いい日だとね、天気いいといいですね。心だけはお花見行こうね、仕事中も。あ、そうやな、確かに、うん、大事やな、仕事中であれどね。